以外に目をやりますと、はい、南米チリのピニェラ大統領、えー、首都サンティアゴで開催を予定していた11月の APEC、アジア太平洋経済協力会議の首脳会議と、12月の国連気候変動枠組み条約の締約国え、この会議をですね、開催できないと発表しました。えチリでは公共交通機関の,あの地下鉄ですよね、うん、具体的には。この運賃値上げをきっかけにえ抗議が発生して、一部棒と化、うん、地下鉄 その駅役役などをしましまた、うん、え首都サンティアゴ市民による激しい抗議活動が続いているということなんですね、うん、まあこれまでに20人が死亡しているという、あ<ー>まあこういうニュースも入ってきております亡くなった方は本当、はい、残念ですけれども、ね、当然ながらね、はい、でもなんかこういうニュースを聞くと、はい、非常にこの値上げ、あの公共交通機関の運賃の値上げですからね。はいえー これね、こんだけ怒らはるんでしょはい。なんか、生きてるなーって感じですよね。<ー>生きてるなー、こいつらい、えー。日本人も死んでますよね。<ー>これ、運賃だけ15で、ほぼ全品2%値上げされたんでしょ消費税ですね。消費税増税。はい。 えー、値上げされてね。はい、これでもうアンケート調査したら42%が賛成してて、はあ、で、10%以上もっと上げなきゃいかんのだいうバカな奴が10%おるんでしょで、はあはあ、52%かもう、要するに10%増税を、えー、を肯定してるわけじゃないですか。はい、これ死んでますよね、日本人。えー まあこれも毎回、あの、藤井さんおっしゃってますけどもね、うん、まあ、この言い訳としては、えー、この社会保障費がね、上がってきて、うん、まあ、それを賄うための一つなんだっていうようなこと、言い方されてるけれども、そんなの、えー、もん値上げ、値上げされたらね、はい、うもうこれも、だってきっとね、この地理の方々ね、値、はいはい、上げる、ふざけんな、お前、はい、だけですよ、それ。えー この値上げするのは、えーえー、交通手段のこうメンテナンスとかでとか言ってはりますよ、うどうせ。はい、理由があって値上げしてるんですかね。えーまあ、今回ね、この地下鉄の運賃引き上げに対する抗議活動がきっかけになりましたが、まあ、それ以外にも医療とか教育とか年金などの改革を求める、この大規模なデモということなんですね。まあそうですけど、えー、いやだってそれで言ったらですよ、はい、日本だってもデフレでもめちゃくちゃされててですよ。はい、だからね、なんかもう家畜みたいですよね、あ<ー>日本人って。人の方がな なんかまだ生きてる感じですよね。あえー、まあこんなね。絶対ね。チリ人の方がね。えー、日本人男性よりもチリ男性の方が絶対モテると思いますわ。す僕女やったらこんな男絶対嫌。 日本のこんなね、何されても分かりました、もうあんたなんて知らないわよ、こんな男。そうですよ、まあ男やろ、お前と思います日本人に腹の立つはあの藤井さんのお考えだと、いや、これはもう内需拡大して、日本の景気をよくして、そうすれば税収だって上がってくるんだからと、実際、外国行ったら、日本人男性って一番モテないですからね。 ああそうですめちゃくちゃね、しかも日本人女性からも嫌われだしても、日本人女性最近外人さんと結婚してるじゃないですか。あ,あまあね。それはね、お前らもだから死んでるからじゃん、お前と思いますよね、日本人。ああまん、あ、腹立つわ。ああ、もう,もうすごく日本の男性が責められてる状況ですよ。<laughs> はい。10月1日に消費税率が10%へと引き上げられて、明日で1ヶ月となります。えー、前回2014年の引き上げの時には、駆け込み需要の反動減で、個人消費が失速しました。しかし今回は飲食料品対象に 経軽減税率、この導入や、キャッシュレス決済でのポイント還元制度など、政府が講じた増税対策、ひとまず効果を上げていると、読売新聞は伝えています。まあ、政府も景気の現状に自信を深めていると、麻生財務大臣、反動源があるようには思えない、大きな景気の落ち込みもなく、このまま順調な形でいってもらうのが一番だということなんですが、まあ、一方で、その反動源も何もないよと、もう景気 冷え込んじゃってんだからと、まあこういう意見もあるわけなんですが、藤井さんいかがですか。この阿松大臣なんですかこれ。はい。安藤元があるようには思えない。はい。こん言うとるから持てへんね。もうそこは行っちゃいますかそこまで。もう。あるにあるじないか今と。はい。これ本当いやこれ公人ですからねこれも申し訳なすけどバカですか麻生大臣。はい。バカなんですかあなた。ええ。これね。ええ。 これ、あの、読売新聞ね。はい、これ読売り、まあ、太鼓持ち新聞ですわ、言うてみたら。ああ、そうですか。でこんなもんね。読売と政府との関係なんてよく知られてますから。<は>その太鼓持ち新聞のね、はい、あの、言ってるの何かって言ったら、はい、増税緩和策に効果があったって言ってるんですよ。はい。それはま、効果ぐらいありますわ。はい。問題は反動源がゼロになるぐらいの十分な効果があったかどうか。はい。ですけど、それは一言も書いてないですからね。えー、だらまあ それはまあちょっと2回から目薬目薬売ってもですよ。たま、えー、にちょろっとなんか破片が入ったら、まあ効果ゼロってわけでもないわなっていう話じゃないですか。はい、えーで。だから効果があったというのと、えー、反動権がないというのと別ですからね。別ですねで。しかもね、この太鼓持ち新聞の読売でもですよ。はい、えー。これデジタル家電の対前年同月比の売上推移っていうデータがあってね。はい。これ2014年と全く同じ、ほぼ同じような推移で。えー こう、推移していると、あの、需要がですね、売り上げが。さらに言うと2019年の方が凹んでるっていうことが、だって、七十もうだから、もう3%ぐらい、だから3割ぐらい減ってるっていうのがデータ出ててますし、さらに言うとね、これ別に日本経済新聞のね、データとか見ても、例えば歯磨きとかね、これとかも髪をむつとかも、2014年も激しく減ってるわけですよ。 でね、これどういうことかって言ったらね、えー、2014年ってね、3%でしょはい。今回2%でしょそうですね、上げ幅がね。そしたらもう、平均的にって3分の2でいいはずじゃないですか。はい、だけど、歯磨きとか髪を持つにいたって、はもう、前年よりひどく落ちてるわけだし、はい。この読売新聞でもね、書かれてるデジタル家電の推移を見ても、14年よりも凹んどるわけですよ、はいで。そんなデータが山ほどあってね。ええー。で、このデータ見てね、ええー。 半導弦があるようには思えない。えー、財務官僚、なはい、何をレクしてんねん、お前ですよ。これね、多分ね、もう、いや、麻生さんがめちゃくちゃ。 はい、バカなのか、ええ、あるいは財務官僚どもが嘘のデータというか、ええ、隠蔽したデータ見せるかどっちかですよ。はい。まあ、物の見方でしょうね、きっとね。これは大丈夫だっていうふうにこう、<laughs> 思ったのかもしれませんけどね。結局、だ、ええ、から、え、髪を持つ減ってるよて、ねええ、歯磨きも減ってるって。はい、さらにですよ、いろんなこれ、百貨店なんかはね、はい、これ日経とかいろいろ調べてみるとね、これはもうものすごく凹んでるわけですよ。はい。 で、これあの、百貨店の関係者とか、これを長期的に続くだろうと言っててね。うん、はい。なんか結局ね、あのー、変わってないんですよ。2014年の時と、はい。19年の時で。はい、えっと、一部ね、それ軽減税率を導入されたところでは、ましになってるところは僕はあるとは。うある。そこはあると思いますけれども。でねえー、はいでた。だから全体として3分の2でいいはずなのに、はいで。ほぼ同じような、あるいはそれ以上のものが出てる項目が山ほど、はい あってね。しかももうなんかまだ一月経ってないわけでしょうあるようには思えないってね。バカかお前ですよ。これ、個人だから言いますけど、本当バカですよ、こいつ。これね。そもそもですよ、あの定義上ですよ、売り上げが全然変わらなかったとしても、あの、実質消費というものは、その2%確実に減りますからね。だって、あの、100万円もらってたとしても、というかもう、だから、もう確実に減っていくわけですから、支払いが一緒だったとしても。 だからね、これはも半導権も100%あるわけですよ、えー、絶対で。一方で、その景気の動向に敏感な東京株式市場を見ると、うんえ、もはや消費増税のこの影響を不安視していないという声も出てると。おとといまで7営業日連続で今年の最高値を更新して、一時およそ1年ぶりに2万3000円台をつけました。うん、あ投資家の間では企業業績への影響は警備との見方が広がっているということなのかどうかなんですけども。うん、だからまあ、それは勝手に思っとったらいいですよ、 市場ななんてもう関係ないですから景気と、はい、だってアメリカが景気よかったら、それだけでも株が上がるんだし、投資,ねえー、投資家っていうのは実体経済なんてあんまり興味ないわけですから、はい、株式市場の動向には興味があるので、はい、これ、美人投票と一緒ですからね、はい、あの株式市場って、美人投票っていうのは何かっていうと、はいはいま、僕はこの A さん綺麗だやと思うけど、周りのやつは誰綺麗やと思っとるやろうと思って投票するんですよ。はい、で要するに、誰が綺麗やとみんなが思ってるかというのを予想しながら投票する、はい、これは美人投票で。 だから<ー>あの、投票結果と、本当の投票結果と、はい、その周りを読み合って投票する投票結果と、はい、全然。 えー、無関係なわけですよね。まあポイント値上がりですもんね。そう,そうです、そうです。だからね、この株式市場の人たちの声なんて、何にも関係ない。あ,はい、あと、10月1日に始まったキャッシュレス決済のポイント還元制度について、うん、政府は順調な滑り出しと見ています。うんまあ、ただ、還元制度めぐって懸念されているのが、予算不足が生じないかどうかということだということのようですけれども、これだって、期限ありますからね。そうですよ。ま、えー、まあ、まあ 確かにね、はい、キャッシュレス決済やっても、なんか僕の CI とかでも、はい、特に若い子たちとかはね、はいええ、もう血まなこになって、あ,<ー>あの、ポイントの店探して。納、はい、得になるっていうね。そうそうそう、ええ、やってますよ。でもそれ貧乏やからやってるだけでね。はーはーこれで、ね、で、実際ね、マクロの統計見ても、はい、あの、キャッシュレス、あの、 特定の業界とかだったら、スーパーだったかな、はい、あの、キャッシュレスが始まるっていうか、その消費増税前は20%だったけど、今25%キャッシュレスシェアが増えてきたとか、はい、まあそれはまあありますよ。はい、でもそれは逆に言うと、消費増税の影響がでかいからそういう動きが出てるだけであってね。はい、で、これしかもまたおっしゃったように、なくなるわけですから。はい、そうですね。 でましてやです、ね、この景気です、まあ今は先ほどね麻生財務大臣もまあまあっていうふうにおっしゃってますけど、これ、来年のオリンピックが終わります、そうするともう間違いなく来るのが不景気だと言われてますよね、うん、そ,うねそうなったとき、景気変調の兆しが見えたときに、うん、じゃあ、どういう経済対策がこれ、現実として必要になってくるんでしょうね,ね西村さんは、マクロ経済動向、をしっかり見て。はい 必要な状況が来たら躊躇なく機動的な財政政策をやるんだま、はいええ、まあまあその言葉通りにやってくれたらいいですけど、ええ、まあ僕はあの5兆円の増税をやったわけですから、はい、あの 5, 5. 数兆円ですけど、はい、消費増税で、ええ、僕はその3倍の15兆円を吐き出せと<ー>それを3年間やったらいけますせと、ええ、これそもそもね今あの、ええ、5. 数兆円にお上回る5.6兆円 の、支出を行ってるんですよ。はい、対策、はい、にもかかわらず凹んでるわけでしょそうですね。だからやっぱりね、同じ金額だけ出してもね、凹<ー>むんですよ。<ー>3倍くらい,いかなか。3倍を3年間か、うん。3な、6年ですね、うん、僕はね。6年か。はい。